リーズ大学は英国ウェストヨークシャー州リーズ市にある国立大学赤レンガ大学群トールキンが教鞭を取っていたことがある3万3000人を超す学生が在籍しており英国でも有数の規模を誇る大学であるラッセルグループの一員であるリーズ大学ビジネススクールは3大アクレディテーション機関から評価 認証を取得しているトリプル校であり、高い評価を受けている。QS 世界ランキングでは、世界の大学トップ100位前後にランクし、ノーベル賞受賞者も2名輩出している。2017年9月から2018年6月には、日本の皇族、過去内心王が、リーズ大学に留学していた。グレートホールリーズリーズスクールオブメディシンと、ヨークシャーカレッジオブサイエンスが起源 これらの教育機関は地域の科学教育の要請に基づき設立された。当時、北部諸都市の大学設立にあたっては、国境会派の貴族、新種階級のためだけに存在する、オックスフォード大学とケンブリッジ大学の配達制に挑戦するという共通の方針が見られ、リーズ大学の起源もこの例に漏れない。両校は1884年に合併後、 1887年に、ビクトリア大学連合の一部となっていたが、マンチェスター大学、リバプール大学が、都市大学として独立すると、同様に1904年、エドワード7世に設立認可を与えられ、リーズ大学として独立した。2001年8月には、ブレトンホールカレッジを、九州合併した。ラッセルグループの一員でもある。 リーズ大学は特に人文科学系に強く、QS 座の両方の世界ランキングで、概ね60位台にランクしている。世界大学学術ランキングにおいて、交通工学分野が4位に評価されたり、QS 世界ランキング2021の科目別では、アース＆マリンサイエンシ n e が世界14位にランクしているほか、ビジネスマネジメント分野が世界トップ100入りを果たしているなど、 研究力のある大学として知られる、パーキンソンビルディング教授、ありがとうございます。